学だと、もう語学について深く勉強するっていうところだと思うんですけど、ビジネスだともう結構話せるの前提で進んでいくところがあるので、そういう面では留学よりも英語力がシビアに求められるなっていうのは感じました。違う大学からシンガポールにインターンしてる日本人の子って結構多くて、でそういう人と関われるのって青森だとあんまりないと思うし、そういう人はやっぱり自分でやりたいビジネスがあってシンガポールに来てますっていう人とかも多いので、そういう人と自分もインターン生として同じ立場で関われたのはすごいいい経験だったなと思います。多分留学だけだと味わえない経験だったなと思います。はい、私は大学1年生の時からシンガポールに青森県三津市の特産品を紹介するようなプログラムに参加していて、でその会社の方の仕事ぶりとか、やっていた青森県の海外に向けての PR とかについてもう少しやってみたいなっていう思いがあったので、大学がその会社の社長さんと面接の機会を設けてくださって、シンガポールでのインターンシップが決まりました。インターンシップ先がシンガポールの日系メディアの会社だったので、メディアに関わる仕事を主に行っていました。具体的にはフリーペーパーの発行をしている会社だったので、そのフリーペーパーに載せる広告を集めてくる仕事をしていて、まずはその会社の媒体雑誌の紹介をするためのミーティングを設定するアポ取りの仕事を主に行っていて、インターネットを使ってシンガポールにあるレストランとかクリニックとかを調べて電話したりメールを送ったりするのと、あとは直接もお店に行く飛び込み営業みたいなのもしていました。あとメディアの仕事以外にも、それ青森県の PR のお仕事もさせていただいていて、ショッピングモールでフェアを開催したりとか、あとはアニメフェスっていう大きいフェスのイベントがあったので、そこで青森県三津市の特産品を販売したりとか、あと三津市以外にも弘前のリンゴジュースを売ったりとか、そういうフェアにも参加していました。このプログラムで印象に残っているのは TOEIC の授業が一番印象に残ってます。理由としては結構先生が厳しい方で、授業最初の授業の時にもうはっきり、正直入った時はそんなに英語が堪能ってわけじゃなかったので、すごい勉強する必要があったんですけど、そういうのをすごいはっきり勉強足りないよっていう風にちょっと、なんていうか葉っぱかけてくれるっていうか圧をかけてくださったおかげで、それが合わない人もいるとは思うんですけど、私は逆にそれで自分でちょっと焦りを覚えてしっかり勉強しないとっていう風に思えたので、それがすごく印象に残ってて、もちろんその英語の予習がすごく多かったりとかやる内容が難しかったりはするんですけど、それを乗り越えたおかげで TOEIC の点数も100点ぐらい上がりましたし、その授業がきっかけで英語を使うプログラムとか英語を使う合宿に申し込んでみようって思えたので、一番印象に残ってます。英語の勉強をずっとしてきていたので、その勉強が役に立ちました。TOEIC の授業をメインで受けてたんですけど、シンガポールに行く前は、英会話の授業を受けさせていただいてて、その授業はもう全部英語で行われているものだったので、そこで少し話すのに慣れたなという印象はあります。あとはそのグローバル特攻で世界情勢とか世界に出た時の常識っていうか、日本とは違うところを少し勉強していたので、ちょっと違うことがあったとしても動揺せずに対応できたかなっていうふうに思います。もう全部行ってみてよかったなって思ってます。仕事の経験ができたのもそうですし、シンガポール海外に半年間っていう長い期間入れたのもすごい貴重な経験になりましたし、特に私が地域活性化で海外に向けての地域活性化に興味があったので、それを考えてるだけじゃなくて実際学生のうちに行うことができ
きたっていうのは、うまくいったところもうまくいかなかったところも全部学生のうちにできたっていうのがすごく自分の中で大きかったです。あとは大変なこともかなりあったんですけど、やっぱりこういう失敗の経験とかも学生のうちにしておくってすごい大事だなって思ったので、それを全部できたのがとても経験、いい経験だったなと思います。このプログラムはいい意味で結構自由なプログラムになっているので、英語を使って何でもできるなっていう印象です。インターンシップ先も学校からここに行きなさいって決められているわけではなくて、自分で選ぶことができるので、それが逆に大変な面でもあるんですけど、本当にやりたいことを突き詰めることができるなって感じるので、今何がしたいか分かってない人もとりあえず英語の勉強を頑張ってこのプログラムに参加して 1,2 年で自分のやりたい方針を固めて3年生でインターンシップ実際に行くっていうのがすごいいい流れだと思うので、県内で進学を考えている人でちょっとでも世界に興味がある人はぜひこのプログラムに参加してほしいなと思います。